この近辺に熊が寝ているようだが、巣穴まで近づけません。犬の鼻が動いて、興味が離れないので、おそらくこの近辺に熊が寝ています。ああいう木が倒れた根元や、ああいう岩の下を掘って岩穴に入ってると思います。風は下から上げているので、必ずこの下に熊が寝ています。ちょっと滑落の危険があるので、上からは降りれないですね。もう少し雪が固くなったら、下からチャレンジしてみようかと思います。